ちょっとかんざしの腐食があったりしますけど、こういうハンドレールは頑丈です。こっちもこっちも頑丈に取り付けられています。デッキの表面なんかきれいにこう塗装がされてますね。まあこういうところの補修の跡だとか、ちょっとしたこう表面が、このようにちょっとパリパリっとなってるところもあります。ここがイケスです。イケスもきれいにされてますね。デッキの表面はちょっとところどころにもわつくところもあります。横もきれいに塗装がされてありますね。燃料タンクもきれいです。こちらは物入れとなっております。